もう夕方で薄暗くなってきました。ゴゴテバブシカおばあちゃん号が、前回の、動画で、申し上げた通り、火事が効かないという、その問題を解決するために、2点、作業計画を立てました。1点目は前にやった火事を後ろに持っていくことで、2点目は、船体を作り直して、もう少し直進性を落として、そして、軽くすること、この2点を企てました。で、今日は、ね、前回の動画からずいぶん時間が経っていて、作業を難航した作業を進めていたわけなんですけども、今日ほぼその動作確認ができるところまでは来ましたので、ここでちょっと動作確認をしておこうと思います。舵は後ろに持ってきました。で、そのために船体のここに、ボルト1本、加えました。埋め込みました。ボンド 250E250 でボルト1本埋め込みました。こっちもそうですね。ボルト埋め込みました。で、舵のこの部分、この部分については、前にやった舵から、取り出しました。で、前はアームがこっち側についていて、こういうふうに舵を操作する仕組みだったんですけど、そのアームをこっち側に持ってきました。だからこういうふうに、動作させます。で、舵が前にあった時にはシャフトでつないで、シャフトの回転で舵を操作します。後ろに持っていくとシャフトを後ろに持っていくことができません。こいつがあるから、シャフトで直接つなぐことができないので、ワイヤー方式にしました。ハンドルのシャフトにロープを固定してあって、巻きつけてあって固定してあって、で、それを、ガイドリングで方向を変え、このプーリーでまた方向を変え、プーリーで方向を変え、後ろに持ってって、で、最終的にこのプーリーを動かす。で、このプーリーがこのアームと固定されていて、こう舵を動かす、こういう方式です。ちょっとね、ハンドルを切ってみますと、ちゃんと動きます。ちゃんと動くんですけど、まだね、ちょっとロープのワイヤーの調節が必要です。というのは、ハンドルがまっすぐの時にちょっとね、傾いてるんですよ。だから、これロープの継ぎ目を、調節して、ハンドルがまっすぐの時に舵もまっすぐっていう風にシンクロさせないといけませんよね。今ずれてます。で、後ろの舵のプーリーとこのハンドルのシャフトの直径が約4倍、あっちの方が4倍大きいです。だから、ハンドルを、360度、回すと90度動きます。この舵はね、動作範囲が180度なんですよ。だから、その約4倍、まあ4倍弱なんですけど、720度で180度動くようになる。ということは、ニュートラルな状態から、ハンドルを360度弱、切ると、倒れる。舵が、90度倒れて、目いっぱい、切れる。だから左右に360度ずつ。だから、合計2回転ですよね。1回転2で、もう1回転、することによって、ハンドルを操作します。で、ここまで、動作確認ができましたので、あとはロープを調節してシンクロさせて、と同時に、ここに
ここに蓋をします。今ここね、あの中の気孔をごっそり入れ替えるために、切り抜いたんですよ、このプレートをね。それをもう一回貼り直します。その作業と、ロープを調節する、ハンドルと舵をシンクロさせるためにロープを調節する作業と、あります。このねワイヤーはね、ロープはね、直径4ミリ、ちょっとね伸びがあるんですよね。できるだけ伸びないロープを選んだんだけど、ちょっと伸びがあります。でもまあ多少伸びてもいいでしょうね。ピンと張った状態でシンクロさせます。であとね、ここに前カジがあったんですけど、それをそのボルトを利用して前にブリッジを、作ります。これねなくてもいいんですけど、なんでこれが必要かっていうと、ここにねロープを固定するためです。もし何かあった場合、緊急時、ロープを伸ばして引っ張ってもらわないといけませんから、そのためのロープはね必ずいるんですよ。牽引用のロープ、それをこの前のブリッジに、つけます。これまだ作りかけです。こんな風に、こんな風になっていて、ここにフラッグを立てます。フラッグを立てる。で、こいつを接着してここに、ロープをこうか、ロープをつけます。で、牽引用のロープをこういうふうに、巻きつけておきます、ね、それができれば、それができればまた海に行って、また海に行って調節です。また海に行ってテストですね。予測では船体に直進性が強すぎるので、舵を後ろに持って行っても舵の利きはあまり、クイックではないだろうと予測しています。でも実用のレベルには達していて、これでなんとか、操船できるんじゃないかなと思ってます。で、船体はそれからじっくり作り直すことにして、まずはね、もう夏終わっちゃいますけど、秋のシーズンをこいつでちょっとこいつを運用してみることによって、さまざまなテストを、もっと行いたいと思います。でテストにテストを重ねてデータを取って、それから船体を作り直そうかなと、いうふうに考えています。もう夏終わっちゃいますけど、海に出るまで、この状態で海に出るまであと1週間か2週間かな、作業まだちょっとかかります。